はい、こんにちは、トー間ツグキです。今日の話はですね、あのー、韓国の国会議長が、あの、天皇陛下に謝罪を要求したことについてお話し,しようかなと思ってるんですけどね、あの、韓国の,あの国会議長っていう、あの、なんか、ムン、ムンヒさんっていう韓国のですよ、国会議長が、なんか、何かで、あのー、 天皇陛下の謝罪が必要と言ったらしいんですよね。なんかそのねあの国会議長はもう一言でいいから首相にもしくは近く対する天皇が元慰安婦のおばあさんらからを手を握って謝罪の言葉を伝えればすっきり解決するとこう言ってたんですよね。その後にまたなんか天皇陛下についてなんか戦争 犯罪の主犯の息子ではないかとかも言ってなんか大問題になってるんですよねはいまあ慰安婦問題をめぐる2015年12月の日韓合意で日本政府は責任を痛感しているとも言っててねまあ2004年から2008年にムーン氏は韓,韓日議員連盟の会長を務めた人物でもあるみたいなんですよねそれに関してなんかあの河野外務大臣が あの河野太郎あの外務大臣があの天皇が謝罪すればっていう発言を苦言しててなんか正しい認識で発言してほしいとなんかインタビューで言ったんですよね。まあねあの外務大臣がこういう言いますからねはいまあ韓国はやっぱ,やっぱ反日相変わらずの反日っていうかねとんでもないことを毎回言うんですよね。 はい、まあ天皇陛下に謝罪要求っていうのは本当にねひどい言い方ですよね謝罪を要求しろですからねいつも向こうの国はあの日本人に対して過去の歴史を蒸し返してですねあの謝罪を要求しろってね言うんですよねはい嘘でもあるかのようなあれをの歴史あるじゃないですかそういうのをなんか使ってですねあの日本人の,あの政治家とかに 謝罪を要求しろとか賠償しろってよく言うんですよね。まあ今に限った話ではないんですけど、まあ、しょっちゅうありますからね。もうほっとくしかないと思うんですけどね。はい。もうね無視すればいいと思いますけどね。こういうのはね。はい。あまあ手なきで今日は韓国の国会議長があの天皇陛下のにあの従軍慰安婦ですね。そのについて謝罪を要求 をしたことについてお話ししました。ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。